こんにちは、市役所です。今回は世界自閉症啓発デーと発達障害啓発週間について、発達支援センターの小菅典子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小菅さん、自閉症や発達障害という言葉はよく聞くようになりましたが、そもそもどういった障害なんでしょうか？はい、発達障害とは生まれつき見られる脳の働き方に違いにより生じると言われており、主に3つの種類があります。はい、まず自閉スペクトラム症は、人との関わりにくさやコミュニケーションの取りにくさ、特定のものへのこだわりや想像力の乏しさといった特徴があります。また感覚の過敏さを持ち合わせている場合もあります。次に注意欠如多動症は、発達年齢に比べて落ち着きがない、待てない、注意が持続しにくい、作業にミスが多いといった特性があります。最後に学習症は、全般的な知的発達に問題はないのに、読む、書く、計算するなど特定の学習のみに困難が認められる状態を言います。同じ障害名でも特性の現れ方に個人差があったり、いくつかの発達障害を併せ持ったりすることもあります。発達障害といっても一人一人違うということなんですね。例えば自閉スペクトラム症で、相手の考えが理解しづらいことや曖昧な言葉の表現が理解しにくい、その場合人とのコミュニケーションがうまくいかないことがあります。ちょっと待ってのような曖昧な表現では、30秒ほどなのか5分くらいかかるのか、どれくらい待つのか分かりません。相手の状況を見て判断することも難しい場合が多いです。なるほど。そのため5分待ってと具体的に伝えると理解しやすいです。言葉だけでなく、写真や絵、文字、具体的なものを使って伝えることも有効です。また感覚の過敏さがある場合、私たちが普段気にならないような音でも気になってしまい、集中しづらくなったり気分が悪くなったりすることがあります。防音できるイヤーマフや耳栓などを用いることで軽減できる場合があります。また周囲ができる工夫としては、急に大きな声で話しかけたり怒鳴ったりしないようにする、大きな音が鳴る前に事前に伝えるといった方法があります。そして工夫して接するといいんですね。発達障害があっても、本人や家族、周りの人が特性に応じて日常生活や学校、職場でその過ごし方を工夫することで、待っている力を生かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させることができます。なるほど。本人のことを周りの人がしっかりと理解し、関わり方を工夫していくことが大切なんですね。では発達障害のことで悩んだときは、どこに相談をすればいいんでしょうか？発達支援センターでは、発達障害または発達障害の疑いのある人やその家族に対して、医療、保健、福祉、教育などの各関係機関と連携し、ライフステージに合わせた相談支援を行っています。発達障害について心配なことがある人は、発達支援センターに相談してください。相談は予約制ですので、まずはお電話などで連絡してください。わかりました。発達障害の方が生きやすい社会にするために、私たちにできることって何でしょうか？まずは発達障害について多くの人に知っていただくことが重要だと考えています。そこで東近江市では、4月2日の世界自閉症啓発デーと、4月2日から4月8日の発達障害啓発週間に合わせて、市内の図書館に特設コーナーを設けています。発達障害に関する本の紹介はもちろん、発達支援センターの紹介もしています。市役所本館ロビーでも発達障害についての紹介コーナーを設けていますので、皆さんぜひ一度ご覧ください。一人でも多くの方に発達障害についてまずは知っていただきたいですね。小菅さん、ありがとうございました。ありがとうございました。